願いします。無駄だよ。パイを紹介するよ。アーケード版スーチーパイプンのアニメーション、音声などをグレードアップしたセガサターンを代表する名作麻雀ゲームの一つです。他に代表的なものといえば、スーパーリアル麻雀 P5 があるな。そういえば、P5 は他のシリーズと合わせて、スイッチ用のソフトとして販売されたな。そうね、スーチーパイプンも他のシリーズと一緒になって、豪華特典付きでスイッチで販売されるから、要注目ね。スーチーパイの特徴は園田健一さんによる魅力的なキャラと麻雀の必殺技ね。必殺技にはリーチをかけると必ず一発で積もれるものや、ドラが増えるものなど役に立つものばかり。あとは、麻雀ができない人でもゲームが楽しめるよう、自動で麻雀を売ってくれるおまかせモードがあるよ。それは大助かりだぜ。ゲームは4人の中から1人パートナーを選ぶことから始まるよ。誰にするか迷うんだぜ。パートナーもそれぞれ必殺技を持っていて、ストーリーにおける会話シーンとエンディングテーマソングまで異なっているわ。それはボリューム満点なんだぜ。対局に勝つとパネルマッチが始まるよ。内容は神経衰弱で取得したパネルによって変身ポイントや必殺技の回数を増やせるよ。変身ポイントはとても重要で、ゲージが満タンになるごとに仲間が増えていくんだ。心強いね。ポイントを貯めて仲間を全員集めないと真のエンディングにはならないから、特に注意が必要ね。そして脱衣シーンは待ちかねたんだぜ。この時にキャラクターを触ることができて、様々なリアクションを楽しめるよ。ありがたや。今脱ぎます。こんなはずではなかったんですけど。ごめんなさい。 YouTube ではこれぐらいが限界ね。最後におまけディスクの説明よ。おまけディスクには3つのモードがあって、15キャラとの対戦が楽しめるフリー対戦モード、声優インタビューモード、これにはスーチーパイ役の金井美香さんなどが出演されているよ。そしてみゆりの部屋モード、これはみゆりというキャラのコスプレや会話を楽しめるよ。ぎっしり詰まってお得感満載なんだぜ。脱衣部分に焦点が当てられる脱衣麻雀ゲームだけど、スーチーパイの神髄はキャラ同士の会話、おまけ CD も含めて膨大な会話パターンが面白いのです。麻雀ルールを知らなくてもなんとかなって楽しめるゲーム性も素晴らしい。それではご視聴ありがとうございました。